ガラガラボイスの時間です。今日はね、関西空港が見える山の上、梵天山っていう山に登っています。この後ろずっと関西空港見えますか？学校が全面再開で、給食の後5時間目6時間目まで勉強して1週間、長かったなぁ。体がまだ慣れてないからしんどかったねけどこうやって当たり前に普通に給食食べて6時間目まで勉強して帰るっていいね。しんどいけどこれが続くっていうのが本当にありがたい。そしてこれができなかった、学校来れなかった、ずっと家におらなあかんかったことを考えたらちょっとしんどいけど、土日ゆっくり休んでまた月曜日から6時間目もあるけど、みんなで給食食べてマスクもせなあかんけど、休み時間みんなで遊んでしっかり手洗いして、その後も先生ら教室やトイレや手すりやずっと消毒も続けてみんなでやってます。これ以上広がることのないように、そして勉強コツコツぼちぼちでも続けていけるように、みんなでまた頑張りましょう。ええ天気や、山の上は爽やかです。 YouTube ばっかり見てたらあかんで。 See you。